んにちは、チルカンです。今回はミスターチルドレン全楽曲評価シャープ53メインストリートに行こう、こちらの楽曲を解説考察やっていきたいと思います。それでは曲紹介からいきます。サードアルバム VS から2曲目に収録されております。37枚目シングルひまわりにライブバージョンも収録されましたね。豆知識は発売当時のライブでは一番の盛り上げ曲として披露されることが多かったんですよね。その後エブリバディーゴーズなどが生まれたことによりライブで披露する機会がだんだん減ってきてしまいました。ということで今回もこちらの5つの項目でやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。ではまずファーストインプレッションいきます。初めて聴いた時から個人的には A メロがとにかく好みでした。キャッチーでなんとなく可愛らしくて、この一つ前に収録されている Another Mind という曲がありますが、それとは別人のような少しあどけない歌い方に癒されるんですよね。そう、まさにその曲と曲で感じるギャップが VS 対であり、収録アルバムのコンセプトでもありますよね。今思えば桜井さんのそんなボーカリスト的二面性とも言える歌唱テクニックに僕は魅了されているのかもしれません。本当にこの曲はノリも良くて、イントロから腰を振りたくなるような楽しい気分にさせてくれる楽曲ですね。それでは歌詞いきます。この曲の歌詞は本当にストレートで、メッセージや深い意味などあまり考えない方がいいのかもしれません。純粋に週末のデートを楽しんでいるという歌です。ですので歌詞考察はその物語を楽しんでいただけたらと思います。それではやっていきましょう。待ちわびてた約束のウィークエンド、誰にも内緒のドライビング、車止めてクラクションは2タイムス、君を呼び出す合図。主人公はこの週末を心待ちにしていました。今日は誰にも内緒の特別な一日だからです。彼は車で君の家まで迎えに行きます。その君との関係はどうやら誰にも内緒のようです。ですので付き合いたてか付き合う前と想像できますね。どちらにせよ今日はとにかくデートです。さて、君の家の前に車を止めたとしましょう。主人公は君に会うのが楽しみでしょうがない。もう準備できてるかな、どんな服着てるかな、そんな風にワクワクしながら到着の合図を送ります。携帯電話も普及していない時代、君を呼び出す合図はこれ、2クラクション。君が自宅から出てきました。待った？ううん、乗んなよ。さあドライブの開始です。仲間たちが言うほど君ってクールじゃないのがいいね。流れてくるラジオに合わせ口ずさむよボブ・マーリー。ドライブを楽しむ2人、主人公が君に話しかけました。あのさ、君のことをみんなクールって言うけど全然そんなことないよね。君の本来の性格を主人公は知っています。自分だけが知る君というのはとても優越感に浸れます。ラジオから流れてきたのはレゲエの神様ボブ・マーリー。自由と愛を描く彼の歌は今日を楽しみにしていた主人公の気持ちにマッチしていたのでしょう。ハンドルを握りながら心地よく口ずさむ姿が想像できますね。雨上がりの街へ連れ出したい、みんな狙ってるのさ君のことを。雨上がりの街には鬱憤が晴れたような新鮮さがあります。雨上がりの街へ連れ出したいというのは君に特別な場所や時間を提供したいという思いです。君のことをみんなが狙っている、きっとそれくらい魅力のある人なんでしょう。そんな君を独占できていることが主人公は嬉しくてたまらないんですね。マイシティオブジョイ、週末の天使、星降る街で君とランデブー、夢みたい、この街のノイズ、きらめくビル、いつまでもエブリウィーク、エブリマンス、高鳴るマイハート。さあ街に到着。悪夢のような仕事もしくは学校の日々から解放された週末、主人公は君と一緒に過ごすことのできる喜びからまるで横に天使がいるような感覚に浸ります。そう、ここは今僕らのために用意されたようなロマンチックな星降る街、まるで夢の中にいるかのように幸せいっぱいです。賑やかできらめくビルに囲まれた都会的な街並み、そして隣には天使。主人公は心を躍らせながら幸せを感じています。たった一ついいかな、君は月の明かりのようにしまい込んだ孤独な心を優しく照らすライト。ふと月を見上げる主人公、想像してみてください。真っ暗な夜を迎えても優しく照らす月の明かりを見ると心が安らぎます。同じように君がそばにいてくれると孤独や不安を包み込んでくれる君という存在が自分にとってどれだけ大切なのかを彼女に語っているのです。二人だけのダンスパーティー、夜明けまで寄り添ったままでいたいだけさ。月の光を浴びながらその月をミラーボールに見立てているような描写です。それはつまり特別な時間でも踊るわけではありません。優しい光の下でそっと寄り添っているだけの二人なのです。気まぐれなトーク、いたずらなスマイル、人並みあふれたスクランブルでホールミータイト、セクシーなポーズ、突然のキス、このままじゃエブリデイエブリナイ、釘付けのハート。
気まぐれなトーク、いたずらなスマイル、セクシーなポーズ、突然のキス、君のやることなすことすべてが僕の心を奪っていく。人混みなど気にせずに強く抱きしめたい。主人公はそんな気持ちになるくらい君の魅力に釘付けです。マイシティオブジョイ、この胸はスイート、星降る街で君とランデブー、夢みたい、この街のノイズ、きらめくビル、いつまでもエブリウィークエブリマンス、高鳴るマイハート。ずーっと夢見ていたことが叶ったかのように胸の中が甘い気分で浸っています。毎週毎月休みの日は鼓動が高鳴るほど楽しみでしょうがないのです。待ちわびてた約束のウィークエンド、今夜5回目のドライビン、車止めてクラクションは2タイムス、君を呼び出す合図、メインストリートに行こうよ。そして今夜は5回目のデート、毎度のように君の家の前、2タイムスクラクション。それはもうお決まりの君を呼び出す合図です。もう5回目、2人は通過の中、さあデートコースはいつものメインストリート、今日も2人は楽しい時間を過ごすのでした。以上です。そんなお話なのかなと思います。楽しい気持ちが伝わってくる歌詞ですね。歌詞考察は以上です。それではメロディーいきます。A メロ、B メロ、サビ、すべてのセクションが階段を上下するようなメロディーで構成されています。この後紹介しますが、そういう階段状のメロディーというのはとても耳に残りやすいと言われています。では A メロ。B メロ。サビ。登ったり降りたりしてますよね。なぜこういった階段状のメロディーが耳に残りやすいかというと、次の音を予測しやすいため安心感が得られるからだそうです。なおかつ桜井さんの明るい歌声で楽しい気分にもさせてくれますよね。ではアレンジいきます。サックスをメインにジャンジャンなどのキメを多く取り込んでおります。聴いてて楽しくなるアレンジですね。その中でも 1,2,3 番とサビへの入り方が違うのが面白いんですよね。これも紹介しましょう。まず1番は一度ジャンと決めてブレイク。では2番は2度ジャンジャンと決めてブレイク。そして最後は間奏の勢いのままクレッシェンドです。というように細かなアレンジのこだわりも感じられますね。スカパラとコラボ演奏したらさらに盛り上がりそうですよね。ではライブいきます。披露されたのはこちら。アルバム発売あたりからリグレスオアプログレスまではほとんどのライブでやってるみたいですね。過去の定番曲であり盛り上げ曲として披露されることが多かったようです。今はもうね、盛り上がる曲がいい意味で飽和状態なのでなかなかこの曲は披露されませんが、なんとなんとホールツアー光のアトリエで20年ぶりに披露されたんですよね。これは序盤にも紹介しましたが、37枚目のシングルひまわり、もしくは映像作品光のアトリエで虹の絵を描くに収録されています。まだライブ演奏を聞いて見たことないという方はね、ぜひ購入してみてください。桜井さんも当時に戻ったかのように楽しそうな声で歌われてますよね。それではまとめに入ります。歌詞の内容はただ週末のデートを思いっきり楽しむというようなお話でした。同じようにこの曲を聴きながら思いっきり楽しい気分になれる、それがこの曲の魅力でもあるのかなと思います。メッセージ色の強い楽曲も Mr.Children にはたくさんありますが、リズムに乗りながら頭を空っぽにして聴ける曲っていうのもいいですよね。ツアー光のアトリエで20年ぶりに披露したという話をしましたが、ホールツアー自体が同じく20年以上ぶりでした。このタイミングでメインストリートに行こう演奏された理由っていうのは、おそらく当時ホールツアーに参加されていたファンへの感謝の気持ちであったり、またそれ以降にファンになった人へ向けて当時を再現してくれたような、そんな選曲だったのかなと思います。今はもうライブで盛り上がる曲っていっぱいありますが、まだまだこの曲もミスチルポップソングのスターティングメンバーであることは間違いないのかなと思っています。よかったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ということで全楽曲評価シャープ53、メインストリートに行こういかがでしたでしょうか。
この曲の歌詞にボブ・マーリーが出てきますが、桜井さんの歌詞には他にもたくさんミュージシャンが登場しますよね。チャック・ベリーやジョン・レノンなど。そういうミュージシャンの名前を歌詞の中から発見した時って、僕はとりあえず全部一度は聴いてみるんですよね。そこから洋楽の知識が増えたり、こんないい曲あったんだ、みたいな感じで、そういう発見がすごく楽しいんですよね。わかるって方も結構いるのではないでしょうか。なので、もちろん好みはあると思いますが、そういう楽しみ方も僕はおすすめします。という感じで以上です。次回予告をやって終わりにしましょう。SNS やブログもやっております。概要欄からぜひチェックしてみてください。そして次回の Mr.Children 全楽曲評価シャープ54は UFO です。相変わらずライブ披露まだですね。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。